アビカ。こんにちは、のぶです。10月29日の火曜日です。ということで今日はこちら、こちら届きました。毎月恒例子供チャレンジプチポケット、どっちでしたっけ、ポケットか。ということでこちら11月号、来月号が届きましたので早速開けてみたいと思います。今回はボリュームちっちゃいです。中身がこちら、なんかこちら、これだけです。少ないですね、もう片手で持てるサイズです。おもちゃ的なのが今回はないので多分こんな少ないんだと思いますが、それではちょっと一個一個見ていきたいと思います。はい、ということでこちら届いたものです。こちら絵本、そして DVD、 こちら貯金ブック、そして言葉遊び絵本、大人の読み物、でこれは追加で購入しているしまじろうと歌って踊ろう DVD です。で、あとは広告たちです。最初は DVD 見ましょうか。まあ見ようましょうって言っても毎月大したことないですが、今月は2ヶ月分ついてるんですが、2ヶ月分の DVD がついてる月ですね。11月号と12月号、中にざっくりと内容載ってますが、こんな感じの内容の DVD になっています。今回の登場人物、いつも通りマナお姉さん、しまじろう、ミミリン、そして先月に来たはてなくん、あとゴーちゃんとアイリちゃん、この人たちがですね、物を作ったりするのに出てくる新しいキャラ、いつからだろう、10月からかな、出てきました。10月じゃないな、9月かな、ビリビリとか出た頃ですね。その頃に登場した新しいニューキャラです。キャラって言っても普通の人ですけど、ゴーちゃんとアイリちゃんも出てきてます。今月も多分いっぱい登場するんだと思いますが、こちら DVD でした。で、早速ざっくり絵本やっていきましょう。絵本の中身見ていきます。絵本の中身見ていきます。今月は紅葉ですね、綺麗ですね。そして中、ごめんねしたら仲直り、思いやる気持ち、しまじろう見てみて、プリンたくさん作ったの。そしたらコチーンってミミリンとしまじろうがぶつかってます。ぶつかってミミリンが、しまじろうが泣いて、しまじろうがってミミリンが泣いてます。で、泥だらけの二人を見合わせて大笑いです。二人はで、ごめんねってお互い謝ってますね。ごめんねしたら仲直りっていうこと、仲良くなってます。そういった思いやりを育むような内容です。ごめん。次は靴ですね。靴をかかとをぺったんこで靴並べ、かかとをぺったんこ、しまじろう靴がバラバラで悲しそう、バラバラになってる靴を揃えるってことですね。かかととかかとを合わせるってことですね、靴の。それでぺったんこで綺麗に揃えて片付けようっていう、靴を綺麗に並べようっていう内容です。片付けですね。そして様子の言葉、高い低い、そして今回これ初めてじゃないか、明るいと暗いっていうのが出てきてますね。高い低いは以前からあるんですけど、今回は明るいと暗いっていうのが物語風の本の中で出てきてます。そして今回はお話大好き、先月号もお話があって、7匹の小ヤギ、合ってましたっけ、狼が来て小ヤギを食べてしまうやつですけど、かなり大雑把な物語でしたけど、今回はおむすびコロリンですね。また話が増えました。ある程度物語になってるんでしょうけど、大きな絵本よりだいぶ端折ってる感じはありますよね。まあ逆に子供が聞きやすいのかもしれませんが、おむすびコロリンのお話があります。こんな話だったっけ、悪いおじいさんが出てくるパターン、花咲かじいさんとかと同じパターンです。悪いじいちゃんといいじいちゃんが出てくる。全然話覚えてないですね。はい、ということで本は以上です。もうあっさりです。で、今回の付録で言うと、こっちがまず一つ目っていうか付録ですね。こっちは先月届いたはてなくん、こっちのこちらのはてなくん、ちょっと持ってきましょうね、本物。この子はてなくん、これすごいですよね。ここで画像を読み取ってるんですかね。それだけで結構、先月も子供とやってるシーンあったと思うんですけど、すごいいろんな言葉を喋るっていうか、
何を読み取ってるのか分かってるっていうのがすごいですよね。すごい感心しました。それで今回は乗り物バージョンです。乗り物をいろいろ遊ぶような感じですね。知ってる乗り物あるかなーとか、どの電車に乗る、あと花ちゃんのお世話をしようっていうような内容もありますね。これで花ちゃんをなでなですると何か言うんだと思いますが、そういった内容があります。どのバスに乗るかな、線路を進もう。アテナくんがどんどんいろんなものに変わっていきます。来月はしかもさらにここに載ってるお店屋さんセットっていうことで、ハテナくんがなんとバーコードリーダーに変わります。すごいですよね。これどんどん来年もこの今のポケットじゃなくてホップか、来年はホップでもこれでなんかひらがなのやつを読み取ったりするようなものになるみたいです。すごいですよね。こいつ小さい割にすごいできる子です。ということで今回は言葉遊び絵本の乗り物を見に行こうっていうのが今月でした。次、こちら直近ブックっていうことで、前回いろいろビリビリしたりくしゃくしゃしたりしていろんなものを作るっていうのが9月かなにあったんですけど、今度はハサミを使ってチョキチョキ切っていくっていうものです。こういった感じで一回切りとか、一回切りで綺麗にパシッと切るっていうような作業を基本的にやって作っていく、遊んでいくものみたいです。ここにハサミ一回切りって書いてますが、そして1月号の次の次ですね、次の次は一回切り、自由切り、連続切りっていうので、まあ発展していくようなのが1月に来るみたいです。その基礎としてまず一回切りっていう内容が来ました。でこれ用にハサミは残念ながらチャレンジについてないので別売りになりますっていうか、自分たちで用意しなきゃいけないんですが、子供用のハサミってありますよね。それどうしようかなと思ったんですが、Amazon で購入したので、それ別動画でその後撮るんで、もしよければご覧ください。今回の動画はこちら、チャレンジブック続けます。で、あとついてるものはこれは別料金ですね、500円ぐらいでダンスのやつです。真似して踊ろうっていうことで、今回は365歩のマーチとか、真似して踊るようなことが全般的にあります。そして次がこちら、大人の読み物ですね。今回は叩いた叩かれた、保育園でも結構叩き合いって変ですけど、なんか叩かれたって言ったりすることもあるんですが、そういったことをどういった対処をすればっていうのが載ってるんだと思います。ちょっと見たいと思います。まず最初はハサミで一回切るができるって、さっきのハサミの使い方のところですね。こうやって親が手伝って、はじめはサポートしてあげてくださいっていうような内容が載ってます。そしてさっき言ったどうしたらいいの、2、3歳児の叩いた叩かれた、叩かれたから園に行きたくないって言いますとか悩みの中にありますが、そういった時にどうしたらいいですかっていうようなのが載ってます。またこっちはちょっとゆっくり読んでいきたいと思います。基本的なものは以上です。あとは広告ですね。広告は簡単に行きましょう。島次郎からの手紙が当たる。手紙が当たるみたいですね。応募をすぐ見れるのが島次郎の映画ですね。魔法の島大冒険。一時期ですね、Amazon プライムに入ってた時にこれもう見て、子供はだいぶ見えましたが、それがまた見れるようになるみたいです。ちょっと島次郎の動画とか、映画とか YouTube とかでもあるんです。その辺もちょっとまとめた動画作ろうかなと思ってるんで、もしよかったらそれもまた楽しみにしておいてください。あとこちら、紹介制度冬ということで、ちょっと多分届くものが変わったみたいです。こんなものも当たるみたいです。で、英語ですね。3歳から始める英語。こっちは子供チャレンジの英語で、こっちが同じベネッセでやってるワールドワイドキッズですね。こちらの宣伝です。お、スックって閉まるんだ。スック、閉店です。お、本当に閉店するの。お、本当にスック閉店するんですね。重要なお知らせっていうことで、3月末でスック閉店するみたいです。なんと、びっくりですが、島次郎のこういったものとかは、今後どこで販売するんでしょうかね。いろんな場所で販売する場所はあるんで、どこかできっと販売するんでしょうが、いろんなものが安くなってるっぽいです。ちょっと気になるんで見てみたいと思います。そしてこちらは4月からもぜひやってくださいっていう登録です。去年もあったんですが、早く登録すると何かがもらえるキャンペーン、
今回は去年と一緒です、ね、名前のシールですね。これあんまりいらないんじゃないって言って結局ギリギリに申し込んだんですけど、継続特典としてはこの花ちゃんのこんな人形がもらえるみたいです。なのでもしこの動画見ていただいてて、撮っている方どれぐらいいるのか分かりませんが、撮っている方は継続特典です。多分新規で登録してももらえるんじゃないのかな。またそれは新規の登録のサイトとかご覧になってご確認ください。広告も以上です。ということで今回もありがとうございました。11月号ご紹介以上になります。今回はまあメインとしてはこっちの直近ブックかな、一回切り初めてハサミを使って遊ぶっていうものがついてきます。なのでちょっとこちらまたハサミのご紹介別動画ですので、もしよければご覧ください。さっきも言いましたが、ということで今月もありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録高評価ボタンなどもよろしくお願いします。それではさようなら。カーリーカップ、バイバーイ。